プランクトンのモンタージュ写真プランクトンとは、水中や水面といった、氷栄区を漂って生活する、表栄生物のうち、水流に逆らえるにたる遊泳能力を持たない、生物の総称である。様々な分類群に属する生物を含む、微小なものが多く、生態系において、生態ピラミッドの仮想を構成する重要なものである。代表的な小型甲殻類である。 海足類プランクトンとは、浮遊生物のことであり、水中を漂って生活する生物を指す言葉である。軽装や小型甲殻類、クラゲ、巨類の妖精など、様々な分類群に属する生物を含む。遊泳能力を全く持たないか、あるいは遊泳能力があっても水流に逆らう力が軽微で、あったり、比較的小型な生物であるため結果的に漂う。 ことになる生物が大部分である。あくまでも、浮遊者という概念なので、大型の生物でも、クラゲなど、遊泳能力が非常に低いものも含まれる。また、養生時は、漂泳生物でありながら生態は、遊泳生物となる一部の魚類。養生時は、遊泳生物でありながら生態は、氷泳生物となる浮遊性のサルパの一族と、成長に従って、遊泳生物と、 プランクトンとの間を行き来する生物も存在する。しばしば水性の微細な動物や、藻類などの微生物をプランクトンと称することがあるが、付着生活など推定における生活をするものは、口述のベントスに相当し、定義的には、こうしたものに、プランクトンの名称を当てることは、厳密に言えば誤りである。しかし、プランクトン図鑑など、特に淡水では便宜的に両者を混用することが、 多い。浮遊していると言っても水の動きに対して単に、受動的に生きているわけではなく、海足類の日周延直運動のように浮上や、沈降を一時的ながら自立したり、蝶クラゲのように緊急時には強力な遊泳力を発揮したり、水の流れを利用してある、程度能動的に水海中に転移することができるものも存在する。自らのエネルギーを大量に投入せずに、 水海中に定位する生活型ともいえ、小舟の広報にも類似している。プランクトンとは、水性生物を生活型で分けた場合の、浮遊生物に対する名前である。これに対し、水流に逆らって遊泳できる生物を、ネクトンあるいは遊泳生物、水底で生活する生物を、ベントスあるいは、定性生物と呼ぶ。また、水面の直上、または、 直下に生活するものをニューストーンという。ただし、これらの分類はあくまで便宜的なもので、実際の生物に完全に適用できるものではない。例えば甲殻類の置き網類の遊泳力は、プランクトンとネクトンの中間程度であり、マイクロネクトンと呼ばれる。また一部の貝足類や網など、日中は海底直上に留まり、夜間は水中に泳ぎ出すという。 半プランクトン半ベントス的な生活をするものある。ネクトベントス、プランクトベントスなどの中間概念としてのカテゴリー分けも使われている。また、これらの区分は生物種の生活自然体を通じて普遍のものではない。例えば、エビ、カニ、ヒトデ、海面、イソギンチャクなどの多くは、幼生期にプランクトン生活を送るが、成長とともに、 皆そこで生活するベントスになるし、魚類の多くも、卵から孵化した後の養成器は、プランクトンであるが、成長とともに遊泳能力が発達し、ネクトンとなる。このようなものは、養成プランクトンとも呼ばれる。口述のように、プランクトンは採集の方法が古くから確立されており、遊泳生物や低成生物より徹底した採集が、たやすい。そのためもあり、 妖精がプランクトンとして生体より先に発見された例や妖精であると考えられているものの生体が判明していない例もある。プランクトンは分類学的単位ではなく生活の類型による分類である。門や綱のレベルで分類群を上げてゆけばおそらくほとんどすべての分類群が含まれる。プランクトンをさらに分ける方法もいくつかある。小型のプランクトンは 水海の生態系を構成する食物連鎖の海に位置し、魚類やクジラなどより大型の動物の餌として重要な役割を担っている。特に海底が深くにある海洋では生産者の位置にあるのが植物性プランクトンである。他方で水中においては排泄物や分解産物も水中を浮遊し、デトリタスのような形で分解の過程を経るから、 分解者としてその経路に関わるものもやはり、プランクトンである。また、有効虫や、塩石ものように石灰質の、あるいは敬語やウ酸中のように計算質の骨格を持つものもある。それらは、深海底における、堆積物の大きな部分を占め、堆積岩を形成する例もある。白亜はその典型的な例である。小型のものでも、量的には大きく多量に漁獲できる場合には、 水産物としても利用される。不栄養化によって植物プランクトンが大量発生する現象は赤潮、青子と呼ばれ生態系に大きな影響を与える。プランクトンの採集にはプランクトンネットが使われることが多い。古典的なプランクトンネットは丈夫な丸い枠に目の細かい円錐形または円筒円錐形の網をつけたもので先端には サンプル採取用のガラス瓶がつく。これを手やボートで引っ張るなどして採集するものである。目的に応じて、まぐあいを使い分ける。伝統的に 0.33mm を動物まぐあい、0.1mm を植物まぐあいとしてきたが、近年では 0.33mm では主要な、貝や種類が抜けるために、動物プランクトンの採集にも 0.1mm を使うことが多い。 藻類や微小動物プランクトンの採集には、現在では、採水法を使うのが一般的である。採水法では、海水を1リットル、2リットルなどと定量的に採集し、プランクトンを海水ごと固定して、沈殿濃縮し、顕微鏡で同定、係数を行う。また、目的によっては10メートル、2メートル、0.2メートルなどのフィルターを使って濃縮し、 フィルターを光学顕微鏡や蛍光顕微鏡で観察することもある。藻類については、同定をせず、グラスファイバーフィルターで生海水をろ過して、アセトンやメタノール、ジメチルホルムアミドなどで抽出し、急高度、または蛍光を測定して、クロロフィルなどの色素量のみを定量することもある。ありがとうございます。